役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、基本的には僕の位置で出てもらっていいかなと思ってますけど、そこ把握が遅くなってしまったらすみませんって感じですね。はい、それが多分一番強い進行だとは理解をしているので、だから僕はできれば出てほしいなとは思ってますが、ね、もろもろ、はい、と思ってます。まあ、あとは基本的には自分の思考開示としては、理由付けの単体精査メインでやっていければなと思っています。はい、一生懸命頑張ります。はい、よろしくお願いします。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に資料ないですね。まあ、3番に関してはじゃあ3番の1でいいって言ってたんで、3番の1じゃないですか、ね、普通に。まあ、理由付けの単体精査はマジで大事だと思ってるっていうのと、あとまあ、この人黒い、この人白い、まあ、理由付けはっきりっていうのと、その理由にまで整合性が取れているのかっていうところの精査がマジで大事だね。まあ、たまになんか雰囲気だけで白く、これまあ、あれなんだけど、雰囲気だけで白くなっちゃってる人みたいな感じでいるから、まあ、よくよく聞いたらみたいな感じで、よく話を聞いて、よくその理由が本当に成り立っているのか否かっていうところまでちゃんと精査していってほしい。まあ、あとこれ大事なんだけど、村のみんな落ち度を作らない。これが大事だと思ってます。そこはね、人外が指摘して、人外がまっとい人になっちゃって、釣れないみたいなことになっちゃうんで、できるだけみんなはね、落ち度を作らないよっていう感じで。まあ、それでも作っちゃってしまってってなった時は、そのまっとい位置まで精査するって言ってるんで、まあ、まっとい位置だけ手を抜くっていうのはあれだけど、まあ、まっとい位置まで精査するっていう姿勢は大事かなと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。はい、潜伏過激派の徳水秀明と申します。よろしくお願いします。3番さんに関しては開始40秒で発言切ったのが非常に印象悪いで、あと、まあ、当然発言精査もするんだけど、自分声色精査も入れてるんだけど、かなり緊張状態で、役は自分の位置で出てもらっていいって、もう役がないことをすか知ってるし、残り20秒余らして切ったのも、これ以上喋ってボロ出して初日釣られたくないっていう生存意欲も感じたと思ってます。かなり緊張状態なんで、これで3番さん2周目伸びなかったら釣りたいと思ってます。で、4番さんが3番さんに対しての触れ方がすごく短い。自分なりの思考解除はしてたけど、自分の今みたいな発言してもよかったんじゃないかなと4番さんに対しては自分は思ってます。以上です。6番のプレイヤーが発言。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。まあ、僕そうですね、僕的には5番さん印象があるかなと思いました。まあ、3番さんに対してなんですけども、あかねさんありがとう。2週目になって発言伸びなかったらとか、役職じゃなかったから、役職者じゃないさそうなんでとか、そういう、なんていうんですかね、ストレスというか、圧かけるというか、そういうの僕はちょっと人外臭く見えましたね。僕全然占い師でも、潜伏してるとき、占い師じゃないアピールとか全然しますよ。もし3番さんがそうやって役出てきたときに、本当に真だった場合、多分ロックするんだろうなって僕思いましたね。7番のプレイヤーが発言します。結局どっちだったんですか。なんか俺それはすごい印象悪いですよ。3番さん潜伏でもいいですけど、俺なら出てほしいとか、どっちだったのかな。すごく印象悪いです。で、5番さんが4番さんに言ってるのは意味がわからないです。僕みたいに精査するべきだって4番に言ってるのはちょっと意味がわからないです。それだから4番が何なのと思って聞いてましたね。はい、5番さんそれはちょっと無理やりなんじゃないと思って聞いてましたね。5番さんの主観を4番さんに押し付けちゃ良くないんじゃないですか。ただ3番さんの印象は悪いですよ。はい、そんな感じですかね。まあ、
まあ今気になったとこだけ言いますわ。はい。8番のプレイヤーが発言します。これさ、え、俺5番さんの言ってること分かったけど、あのさ、3番さんってさ、いろいろ言ってたけどさ、40秒ぐらいで発言終わっちゃったからさ、あとなんかこのかなり緊張状態でしたっていうのね、すっごい分かるなって思ったからけどね。うん。でなんか5が4に言ってるの意味わからないって7番さん言ってるけど、えって感じはするけど、まあ7番さんもなんか普通にそう思ってる人なんだなって思って、6番さんがさ、なんかさ、5は3に圧かけてるのが人外っぽいってさ、なんか6番さん、あなた人狼で3番さんの白知ってんじゃないのって感じがすんごいしたから、俺6番さん釣りたいから6番さん釣り位置だと思ってる。でも5番さんは村っぽいけど、一つって思ったのが、なんか3番さんがドーンで役すかしたって言ってるけど、3番さんドーンしたかったら役あのすかさざる最初だから追えないから、これに関しては不当だなとは思ったけどね。でも今のところ9番のプレイヤーが発言します。うん、8番さんの思考が結構一番良かったかなと思ってるかな。うん、6番に関してはそのまあ5番さんに関してまあ圧をかけてるっていうけど、まあ、6、7がおかしいなと思ってて、まあ、自分の思考を開示してるわけじゃん、5番さんは。4番さんが3番さんに対して叩くところがあるわけだから、5目線としては4と3もどっちも印象悪いっていう形にはなるはずだから、思考開示をしてそれを止めようとしてる7番さんもおかしいし、6視点でその5番さんに対して色を出そうとしてる人に対して、それを叩く材料にしてるのはおかしいと思ってる。まあ、3に関しては、ね、秒数短いとはいえ、まあ、2周目ではあるとは思うんだけど、ただ5は一番色を出そうとしてる、めちゃくちゃいいと思ってる、ね。4に関して別の意見で引っかかった。まあ、大内も精査するけど、おかったとこ精査するの。1番のプレイヤーが発言します。現状白位置5、8、9かな。5番さんってもう3番目の位置で結構3番さんの怪しい要素とか言えてるのか、自分的には心象がいいんだよね。その心象がいい人を6番さんが5を叩くのがちょっと違和感でしかなくて、その強靭アピールしてるのか、わざと黒くなって強靭から白もらいたい人狼なのか、その辺わかんないけど、ちょっとさすがに視点が合わないかな。だから8番9番が6を怪しむ視点はもう合うね。だから5、8、9は多分同陣営だと思うよね。だから6番さんがサイクロで、3番さんもほんと役内のスカス行為ってあんまムラリがないから、時点で3番さんが怪しいかな。だから4番さん、7番さんはちょっと2周目だね。で、2番さんがどんな感じかちょっと結構興味あるね。5、8、9は俺白く見てるけど、2番さんどう？2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、なんか3、5番さんあたりは役職をお持ちなのかなって思ったんですけど、なんかその20秒残して発言終わるっていう、なんだろうな、態度というか、そういうのもそうだし、なんかあぐらをかいてしまったというか。で、5番さんも3番さんに役職だから圧掛けをしてるのかなって、3番さんがそんな感じだったら2周目するぞと、なんか圧書きかなって思ったんですけど、ただ5番さんがその2番、3番さんが戦争本能が見えたみたいな感じおっしゃってたんで、5番さんに役職がなかったらちょっと5番さんもちょっとどうかなって思った。その3番さんに対してのあれはわかるんだけど、でなんか8、9番さんあったりはなんか中立で村っぽい。3番のプレイヤーが発言します。はい、どうぞ。霊能者さんは、おお、よかった、2番の位置から霊能出たか。2番さん釣ろうかなと思ってたんですけど、まあいいです。まあ明確に敵意を向けてきたのが5番と7番だと僕は感じていて、ただし5番さんの発言っていうのが3番に対して当てた評価の方が、僕は7番と3、7番が3番に当てた評価よりはいいかなと思って、7番さんに答えておくと、僕視点っていうのは個人的に、この位置なので、出てきていただいた方が分かりやすいから
っていう理由を言ってた。ただ盤面上僕の位置で出た方が強いっていうのは分かっているから、その両方を僕は述べただけです。なので基本的には盤面上の強い方を皆さん選んでいただいたということで、僕が頑張ればいいだけの話なんで、どっちなんですかっていう叩きはおかしいかと思ってますよ。8番9番が5番に対して支配横がすごい良かったなっていうのは感じてます。なのでそこも感じて、1番が8番9番が白く感じており、で5番ことを白く感じているっていう点から、グレー位置では1番はついたくないなと今の現状は思ってます。6番騎士ですか。じゃあ7番釣りが6番は、丸いかなと思ってます。実施点は、はい、1番9番は比較的釣りたくない位置。ごめんなさい、4番5番の評価に関しては今現状は5番の方が僕は新っぽいなと思っているが、僕に対しての生産間違ってるけどね。ただそこに関してはまだ占い師としての発言を4番5番聞いてないので、現状、単体の発言の中身と考えた時には4番よりも5番の方がまだ中身はあったかなと思ってるぐらいの薄い良さで5番が進化だと思う。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、中身があるかどうかって3番がどの5番と発言の要素をとって中身があったかっていうのが3番のくじから言えてないし、まあ、占い切腹した理由は1番を作りたかったから。まあでも3番が7番にした指摘っていうのは真っ当なんだよね。7番が、あ、これ誰か、まあいいや、まず言っとこうか。7番が3番に言った、結局どっちなのかなっていうと、あ、これは違うわ。これは結局どっちなのかなって叩きをして、ちょっと忘れた。ちょっとね。ちょっとね、やばい、直球忘れた。ちょっと待って。やばい。忘れた。ちょっとめっちゃ言いたいことあったんで。ちょっと待って、忘れた。うん、ちょっとね、やばい、全部言いたいこと忘れた。メモ帳全部消えた。どうしよう、ちょっと待って。ちょっと待って、忘れた。やばい、ちょっとやばい。7番がなぜ気になったんや。7番が3番。3番がさっき7番に取った要素がめっちゃ気になったんや。自分の口からちょっと言えんのかちょっとあれなんやけど、3番が7番にとってよさ、めちゃくちゃ気になって、7番ってそれで3番っていいんやと思っちゃったかも。うん、でも3番って5番からあんだけ叩かれてる段階か、中身があったってさ、つい精査で5番に行く、5番の方が新っぽいに見えるんだと思ったんだけど、3番5番だった時に4番の俺の占いを一気にするようなことになってるから、3番って多くあんまりねえのかなと思っちゃったら、まあ、7番9番。一番に関しては、あんだけ、1、2、4、7、マットやいろいろ言って、敵作るやつも多い。一番に関しては、あんまりかっこよかったかどうかは分かってないです。はい。これに関してはね。うん、ちょっと待って、やばい。これちょっと足やばいぞ。了解です。ちょっとやばい。すいません、ちょっと重い。うわぁ、これ4番三振ないな。はい。なんか僕、今日噛まれそうな気がするんですけど。まあいいや。4番さんが狂人で出てんのか、狼で出てんのか、よく聞いてたけど、ちょっとよくわかりません。はい。白崎が狂人という可能性も追ってます。ただ、一番さんの狂人目ないと感じたのは、まあ、白崎に触れちゃうけどね。589白置きしてるから、これ、一番さん狂人だった場合、スマラの HP 削りまくらないといけないから、白置き3つ、さすがに言わないと思うのね。だから一番さんの狂人目はないと思う。うん、で、なると、4番さん狂人の可能性も出てくるんだけどね。なんかだいぶあたふたしてたよね、4番さん。わかんない、やばいって。で、まあ3番さん占い精査ちゃんとやってくれたんだけど、僕の発言の何をもって死んで見てくれたのか、ちょっともうちょっと聞きたかったのね。ただ、5からの占いを恐れてる3番狼のせいもあるけどね。で7番さんに関しては3が印象悪い、じゃあ僕と同意見ですよね。なのになんで僕叩いたんですかね。ちょっと7番さんも2周目聞かないとわからない。で4番さんが9番さんに全く触れてないから、ワンチャン、4球人狼もあるのかなと思うけどね。9番さん1周目に関しては、まあ、僕をまあ若干印象いいように言ってくれたから、まあ、僕も9番さん印象よく見えるけどね、2周目で急に表現するかもしれないし、はい。6番さんが騎士でほっとしたな。何言ってんだと思って6番さんの一周目聞いてね、まあいいや、多分俺噛まれます。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ多分皆さんクロス占い多分望むと思うんですけど、僕はむしろ多分ちゃんとね黒見つけてほしいなと思ってるんで、ちゃんと黒っぽいところをね、占ってほしいなと思ってますよ。占い師さん2人にはね。18が白でしたね。
まあ僕、片城含めても行っちゃっていいと思うんですけどね。僕、片城から行くんだったら8番から行きたいなと思ってましたね。まあ、占い師を出る前から、まあ、8番さんちょっと色見てえなとはずっと思ってましたね。まあ、皆さん的に多分ね、なんだかんで言って多分3番さんに票は集まると思うんだよね。だってこれ多分後半1に陣がいるでしょ。あんたが後半1にしかいないのか。そうですね。まあ多分僕今日死ぬんで。まあ僕は8番さんの色見たいから8番さん行きたいかな。8番さんは行こうかな。まあ別に僕に合わせなくてもあって構わないんで。まあそんなところですかね。7番のプレイヤーが発言します。だから3番さんってだからだったら1周目出てほしいって言えばいいじゃんって言ってるんですよ。同進行が強いとかいう話いらないじゃないかなって俺言ってるんですけど、俺9番釣りたかったんですけど、3番さんそれでも俺来ます。9番さんの5番さんに対して色を見せようとしてた考察ってどういう考察と思って聞いてたんですけど、3番さんまだ言ってます。あ、俺4の芯は切れますね。今の現状ね、1周目だとね。俺は5番さんになんで叩いたのかなって、3番の指摘のこと言ってるんじゃないんですよ。5番さんが4番さんに対して俺みたいに精査すればいいのにって4番に言ってるのは不当ですよ。許容しない方がいいんじゃないですか、4番さんに。まあ今対抗で出ちゃってるからもうどうでもいい話になっちゃってるけども、それを叩いてるっていう感覚あります？5番さん、3番さんマジで、あ、で、その発言聞いて4番が7に来るって言ってる時点でも4のシーンはないと思ってます。はい。9番さんに聞きたいんですけど、5番さんが色を見せようとしていた考察ってどういう考察ですか ?3 と4しかいなくて、3番2周目釣られるぞって言っときながら、その発言聞いて5は3に行きたくないみたいですよ。9、3どっちでもいいんだけど、まあ、3番の方が、まあ、俺9番のその考察めちゃくちゃ違和感だったんで俺は9行きたいんですけどね。ねえ3番さん、俺9行きます。8番のプレイヤーが発言します。俺9番さんのさ、あの5はいい視点っていうの色を落とそうとしてたっていうのって、あれじゃないの、5番目線って、3は40秒残しだから、だからなんかかなり緊張してるようで、それで、あんまりいかがなものかと思ったっていう発言が結構3番目の位置で、なんだろうな、4番さんもそれ40秒残し突っ込まなかったらいかがなものかと思ったっていう、なんか普通にそういう意見だから9番さんの意見っていうのは分かるんだよね。で、7番さん目線、ご評価が分からなかったっていうんだったら、8にも視点向くべきだと思って、俺目線も、5番さん評価してるんだよね。だから、6番さんが、8-1 片代含めっていうような形だったら、9も怪しくなるんだったら、ご評価している、8と1にも視点を向くべきだと思ってるから、なんか7番さんが結構3番さんいい子いい子して急釣りの流れで、このなんだろう、釣りやすいところを、まあ、ちょっとずらして村目に見せて釣りやすいところを釣ってるようにちょっと2周目は見えたかなって感じかな。まあ3番さんの5の方が新っぽいっていうのも薄いけど、あれ多分ドーンでバッて出た時に盤面把握してそれでたまたま出た言葉のように見えたから、まあ現状俺は7番さんかなって思ってるけど、以上。9番のプレイヤーが発言します。現状7行きたいかなと思って、7で結構陣が落ちるのかなっていうふうには思ってますかね。まず5番さんの初週の発言なんだけど、5番さん視点で結局4番さんが3番さんに突っ込む要素があったから4も怪しいっていうのは、はっきり言って5番さん自身の人外を探す目線で自分の思考を開示している状況なわけなんだから、その5に関して求めすぎって言ったら、それを言わなかったらじゃあ5の色なんて落ちないじゃんっていうふうに思ってた。
その上で7に関してそれがおかしいっていうならまだ村は評価、まあ、村家をする上で理解しようと思う点もあるけど、7目線でじゃあそれで3級に対しての目線よりも8級1に関してはその7に対する叩きっていうことが一緒なわけだから、7視点って白先めっちゃ気にならないのかなと思った。でその上で8・1に関しては目線を向けない状況でずっと3級ばっかりに追っかけて、で7視点としても3に関する村付けしてるでしょ、9がおかしいからっつって3番さん9位つけるどうするみたいな発言、7視点としては3と戦ってるわけだから、戦えて戦い返されてるわけだから、7視点で3に目線が向かずに9に目線を向けるのは3の評価集だってめちゃくちゃ思ったけど、4号の審議に関しては4番さんがやっぱ真っ当位置も精査するっていうことに対するアンサーがないから、現状として4の偽っていうのに関しての自分の目線はまだ払拭されてない。で7に関してのその5番さんの占いを飛ぶのが怖いような発言だったから、普通に47ローローっていうのはあるんじゃないのかなっていうふうには思ったけど、発言としてはな、今回俺めっちゃ1番のプレイヤーが発言します。ねこれもう4番さんがもう結構たどたどしかったから多分5の方が真だと思う。で4番さんはかなり頑張んないと、多分これ、多分4番さんが釣られると思うから、4番さんはもし真だったら発言頑張ってほしくて、とりあえず6番さんは一応5の真って言ってる人多いんで、5超えしといた方がいいと思う。ただ5はやっぱ1周目からその位置で3叩いてるから、心象がいいんだけど、結構自分って5、心象いいってかなり言ってるから、自分に白を打った可能性も十分あるから、そこだけ白の打ち方がちょっと注意してるかな。多分、もし、これ4が偽で 8で囲ってないんであれば、8番って6釣りをしているから、やっぱ6を釣りたい白の打ち方、5が人狼であっても1に白打ちて6を釣りたい白の打ち方してるんだろうなって思う。6番さんが釣られそうだったから俺は囲ってない可能性もあるから、やっぱ3か7に人狼いると思うよね。9番さんが6怪しむ視点合ってたんで、やっぱ7かな現状。9番さん俺あんまり多く乗ってないから、まあ3番さんはちょっとその位置だったから考察伸びなかったのはわかるけど、俺7釣りで7釣り5声でいいと思うけどね。2番のプレイヤーが発言します。お願いします。そうですね、なんか7番さんはちょっと強人っぽいなとは思いましたけどね、人狼というよりかは。なんかその3番さんに急行こうっていうのもなんかちょっとあからさまというか、3番さんも5番さんの方が真だと思うっていう内容があんまりしっくりきてなかったので、なんか3番さんにも違和感を持ってはいますね。5番さんの白を知っているのか、はたまった4番さんが本当にもしかしたら焦っちゃってて4番さんが真っていう可能性もあって、郷さんもあるかもしれないなとは思ったので、そうですね、3番さんか7番さんに行きます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票が移ります。その疑いにはどんな根拠？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番、7番の遺言を発表してください。まあ8番さんに言われたんですけど、知らないです。クロス占いされるんじゃないんですか？だから今日はグレーズリなんですよね。8と1の考察してどうするんですか？僕も言ってるんですけど、5番が死んだって。4番が1周目の自分の5に対しての指摘の上、
4に言っている言葉で7がおかしい、3に言ってるのが変だっていう占い師はいないと思ってます。はい、で、9番さんも4偽なんですよね。だから9番さん絶対変だよ。5が色を落とそうとしてる考察って。3と4しか出てないのに、3は2周目頑張んないとするぞ。4にはなんで俺みたいに考察をしないんですかって言った人が一番色を落とそうとしてた考察なの。違和感だらけだったけど俺、5に関しては。だからちゃんと言ってるんだけどね、9番さん。で、2番さんに言っとくんですけど、3番さん、俺は9行くけど本当に自分に来るんですかって問いかけてるだけなんで、一緒に9行こうなんて言ってないですね。はい。さんまさんだから何回も言ってるんですよ。1周目に出てきてほしいって言えばいいだけだったと思ってます。だからそれをごちゃごちゃなんか言ってたんで、それがなんかちょっと印象が悪かっただけなんでね。老要素としてはまだちょっと弱かったんで、9番かなと思ってますよ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。まあ今日4番さん釣りになるのかな。多分これ8で囲われてますね、これ。8とくべきやったら。8釣って、あ、じゃあ4釣って、明日8っすね。で、9、9、3の精査って感じですかね。8番のプレイヤーが発言します。マジで終わっちゃったよ発言。どうかな、9黒か。俺結構さ、どうかな、誤信でなんか7結構強靭に見えたんだけど、なんかクロス占いされるんじゃないんですかって言ってるけど、6って8ずりって言ってるから、なんかね、なんかそれが強アピなのか、話はあまり聞かれてないのかがわからないけど、って考えると4相方ってどうかな、どうなんだろう、4相方の4-3とかあんのかなとか思っちゃうけどな。3って結構辛いって言うんだけど、3の狼なさそうって言って4が3保護してるっていう視点が結構あるかなって思うんだけどな。まあそれか、占い心境だったら、五神して、それで、一郎で、他にもう一郎が、9だ。でもそれ、あんま追いにくいから4、3ロールじゃないのかなって思ってるけどな。以上。9番のプレイヤーが発言します。現状、4、3は見えないかな。4強人選の方が高いのかなと思ってますかね。3視点の発言で、白置きしてたのが195で白置きしてるよね。195で白置きしてるっていうのは、3、4ローローだった場合に1の白要素を上げる必要性ないと思ってるから。4強人の3、8ローローで、8、3の身内切りの方が多いかなって。
だから8にはちょっと俺評価集されてるような気がします。3眼の初集の段階で1番3に関し、195、1に関しての白置きっていうのが3、4ローローだったらまるで連携取れてないし、4の2攻め上げてる行動にもつながってるわけだから、まだ4番3に落ち度ができたのは2周目だと思ってるんで、あの時点で3番3が4番3の芯を落とす必要性ないと思ってるんで。うん、まあ、とりあえず今日絶対4番3行ってください。うん、でも3に関しては、4、8ローローよりは打ってないんで、 3に関してはもう黒だと思って、3番3に関しては 7番3に関してだから書き換えしてるだ。1番まあ、5越えしてほしかったかなってとこだけども、抜かれたんならしょうがなくて、俺正直ね、6番さんの5叩きってマジで黒かったから、やっぱそこ怪しいも、8と9って俺あんまり怪しくないんよね。ってなるとやっぱ3、4に見えちゃうね、どうしても。4番さんって2周目結構たどたどしかったから、4番さんはなぜ9を占ったかちょっと一番聞きたいか、あと3番さんがどこ怪しんでるか聞きたい。俺は4、3ローローだと思うよ。9番さんの6怪しむしても、6番さん騎士だけど、一応、6番さんって黒かったんで、そこ怪しむ8、9は俺合ってんだよね。だから9を釣りよ、それ7釣ったんで、まあ俺は3、4ローロー、7強じゃないかなと思ってるけどね。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。今日は4番さんを釣るほかないと思うんですけど、まあ、占いに心境で出ているのか、5番さんが地神をするのはそんなに強い盤面ではないと思うので、真の5番さんが噛まれたのかなとは思うんですけど、心境だった場合ってちょっと、1番さんって結構みんなから怪しまれてないので、ちょっと大丈夫かなと思うんですけど、とりあえず4番さんを釣ります。3番のプレイヤーが発言します。9番の黒結果で、ん?って思ったんですけど、9番のさっきの2日目の発言であれ?と思う、逆にまたあれ?と思ったのが、僕視点っていうのは、8、9、5が白いというか印象よく、そこを評価した1番が評価でしたわけね。8、9、5が良かったという詐欺師の発言があって、その後1番が、そこに関して8、9の評価をしていた。で、しかもかつ5番に関しても評価できていた点から1番の評価が良かったって言ったんですけど、5番が真やと思ってんやったら1の評価をしなくても良いという考察を残しているんだけど、いや、あれは単体精査なので、そこをちょっとちゃんと言ってほしかった、そこをちゃんと拾ってほしかったなと思ってて、で、そこで9番が3番に叩いてくる理由って何なんだろうなと思っていました。はい、でかつ、5番芯やと思っていたけれども、5番の芯と思ったのっていうのが、基本的には5番が3番に当てた評価っていうのは、色を落とそうとしているっていう人物やったから、基本的には1番が3番になんで俺怪しまれてるのかよくわからないんだけれども、そこの点で、同じような評価を1番さんが言ってるにもかかわらず、なんで1番も3番に対して当ててくるんだろうなっていうふうに思ってるかな。だから僕ちょっと視点変えて、今日は9番釣りから行きたいなと思ってるんだけど、さっきの意味、さっきの理由からね、5番の強、5番が、地神だとほぼないと思ってるから、5番強人1番狼もあるんじゃないかなぐらいで今思ってますね。1番って結局、2日目、2週目以降から あの多分更新がほぼないと思ってるんで、はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。
まず忘れないように、これだけは。まず3番の視点っておかしくない。3番狂人か、3番、これ5番狂人で、3番9番狼ですか。9番3番で、ミュージギリチで9番で、3番8番って言ってるから、あの月の段階で3番9番でコロッと書いて、8番に行く布石っすか、これ。はい。3番の段階から1番狼、5番狂人ってこと、1、9が見えたんで9番行くでした。3番おかしくない。3番がこの段階かで、1番側のなんか1週1日目の2日、2週目に、小声入れた方がいいって言って、1番狼が、じゃあ5番狂人を、に護衛させて、1番は芯を取ろうとして、1番狼、9番狼ですか、3番さしてって。それの癒着って何ですか、3番さん。はい。9番行ってほしいんですけど。まあ、4番、3番追われてるんだったら、俺釣った後3番行って9番行ってくださいね。はい。8番と1番の共鳴追ってないんで、8番の段階が強靭だったら、5番から占いを吸うような発言しないといけない段階が、8番と共鳴ほぼ出してないんで、8番と1番、1番に関しては、4番に関してね、有効声で大丈夫ですって言って、4番からの占い、4番の神経までしてる人物が1番強靭はないですね、これね。はい。なので、これ3番、7番で落ちてるか強靭が、もしくは5番強靭、3番、9番の方が。さてさて、9番占った理由だけど、どこか。9番が占った理由ね。まず、俺9番から俺叩きって、不当なんですよ。9番が俺にこう言ってたんですよね。4番でバッド1って精査って、どうやって精査するのって、アンサー返してないですよね。って、まあまあ、アンサー返してないと思いますよ。その叩きってそもそもおかしいんですよ。バッド1まで精査する姿勢を見せていきましょうって、何がおかしいの、9番。バッド1を精査するってしないといけないじゃん、そんなの。何がダメなの。マット1精査しちゃった。マット1が狼だと全然あるから、村はなるべく落ち度を作りませんようにしましょう。で、村が落ち度を作った場合っていうのは、マット1も精査しましょう。これの何がおかしい？はい。9つ、まあ、俺つって3つって9でいいよ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠が？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。これ遺言とこれあれなんか追加できないのこれ。マジか。まあいいや、3番がこの段階かで9番つって、どういった進行で3番ってるかわからんから、まあ7番強靭で落ちてたら、まあ5番9番で普通に本番で3番変なことしているってだけなんだけど、まあ俺のシーンを追ってくれてるのはありがたいんだけどね。まあ3番強、まあ明日段階か4番つってみんながどこ行くかわからんけど、まあとりあえず9番って8番に黒塗りして、あ、成功できてる。9番って8番に黒塗りしてるから、この段階で次に8番する布石打ってますね。はい、5番9番の時間味が見えてるんで、はい。で、9番さん、俺が強靭ですか？だったら1黒安泰ですよね。なんで俺が狂人で9番に黒打つんですか？ましてあの段階か5番目は分からないのに関わらず。ね、9番さん。俺があの段階かでね、5番の占いが3番に飛ぶと思って、それを予測して俺が9番に黒打ってんの。そんなリスキー狂人ですか？俺が狂人だったら1番に黒打てるけど、7番が1してるから。7番は。はい。大丈夫ですか？ 9 番さん。で、ましてや俺が狂人だったら、5番で9番に黒打って1確証なんかさせませんけど、9番さん。9番結構ボロ出してるんで、これ結構いけると思うんですけど、まあ何でもいいです。とりあえず9番つってください。5番9番で5番で血紙する布石打ってるんで、5番が、いや、明日俺噛まれるんで、明日噛まれるんでって言ってるんで、5番布石打ってるんで。はい。これ多分2番か見抜く、あ、6番ってちなみに守り1どこ ?2 番だったら俺の主婦月間みたいなあれなんで、まあそのためにあれなんじゃない？ 9 番って4番強靭で布石打ってるんじゃない？もしも6番が2番守ってなかった、2番で6、4番白結果だった時って、ああ、やっぱり4番強靭でしたねって言えちゃうから。はい。明日絶対、まあ、しゃあないな、これ落ちるんですけど、9番行ってほしいな、これですね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いや、もう黒い人がいたらわかんないけど、やっぱ3と7は違和感あったからね。あ、ようえさん、ありがとう。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあなんかよ4番さんにあのものすごいおかしいって言われたんですけど、視点は別におかしくなくないですか？そんなに。くっちょ。どう行動するかって人外しかできないと思ってるから。さっきの発言から俺は9番がめちゃくちゃ怪しいなと思ってたから9番投票したんですけど、
なんでわからずら9番来たいなと思ってるんですよ ね、 ね、うん、そうなった時に、これで終わらんかったわけでしょ。4番5番新京でしょってなったら、なんで知ってんの4の色視点っていうのは、4の色知ってるんやろ。4番新っぽいなって思ったからね。9番が黒かったから、そこに黒打ってるっていうのは良かったんじゃないのかなと思ってるし、結果出してないのに最初はんと思ったんですよ。ん、うん、相変わらず9番行きたいなと思ってんだけど、盤面上全然1の黒もあり得ると思ってるから、いや4しか知ってます。マジ？はい。という感じか。知ってますよっていうのは僕視点の話で、はい、ぐらいですけど。はい、以上です。9番いきます、ね。5番噛んでくれてるから、おそらく7番が普通に村人やったんでしょう。ただ、おかしかったのは7番やったと思ってる。9番よりね。 1日目に関しては9番投票します。6番のプレイヤーが発言します。これ多分4番死んじゃないですか。これ4番死んで5番、5番地神、地神の9、もしくは8、8とどっか、8と、まあ、多分どっちしろ9になるんだよね。もう9いってもいいのかなと思うんだけどね。8いってもね、多分終わんないよこれ。8いっても多分明日来るんで、多分3球の精査できると思ってるんですよね。これ多分これ、あ、でも実況人がね、1強人もあるんだよね。一強人があるのか。一強人があるんだけど。まあ、8、9どっちかかな。3はないや。3はナンセンスかなと思ってるね。まあ、一強人、1がスムラっていうのに進めていけるんだったら、多分普通に明日して、来ると思うんだよね。うん。俺3はないかなと思ってるんだよね。ワンちゃん4芯もあるなって今思ってきた。1番のプレイヤーが発言します。なるほど。なんかさ。6番さん、3番さん弾いてるけどさ、3番さんさ、実施点はもうさ、分かってるから4の白がっていうのって全然分からなかったんだけど、え、これ分かるもんなの？それ的にどっちだどっちだどっちだってめっちゃ思ったけど、だからなんかそこに関してちょっと3番さん怪しいなって思って、で、あと9番さんが4強世界線を追うのがすごい違和感感じてて、4番さん目線って、あ、4番さん目線じゃない、9番さん目線ってなんで4がさ、1黒打つんだったら強めって結構あると思うけどさ、9黒ってさ、4番さん強陣だったら9黒打つのって結構リスク高いと思うから、だから、なんかそこで、占いを新強で追ってるのが、9番さんローでっていう視点もあるかなって思っちゃうんだけどな。で、9番さんどこ釣るって言ったっけ。あー、で、3番さんってなんかさ、急釣りから行くって言ってさ、言ってたのから、どうだろう、5強を3級ローローとかあるんじゃないのかなって。なんか9番さん結構さ、4強3八ローローって言ってさ、相方入れて俺戦う準備してんじゃねえのかなって。しかも3番さんが急釣りでしょって俺思ったけど。9番のプレイヤーが発言します。
ほら38じゃんってめちゃくちゃ思うんだけど、そもそも48ロールを見えないっていうのは、8番さん自身がその5番さんに関して新芽を見る状況っていうことに関して、5番さんから占い飛ばせるような状況じゃないっていうふうにも感じられるし、そもそも3、4がないっていう形に関しても、まあ、昨日の段階で発言したけど、3番さん視点で195っていうものの見方に関して白置きをしている段階で、1番さんの白置きすることってできないわけじゃん。3、4ロールだったら連携が取れてないってことは昨日説明してて、4番さんの昨日のアンサーしっかり答えるけど、そもそも時間に対する現実味がない、真っ当先っていうことに関しても口出してたら、そもそも黒要素を探すゲームなんだから、だから4に関してはおかしい点があった。で4強人の上で1番さんに黒出せないのだってすごく明確であって、1番さんに関しては初週2週目に関しても発言権が強くて、ここに対して黒を打ったところで結局4番さんの2攻めなんて上がる状況でしかないから、4が強人で1黒なんて打てる状況じゃなかったと俺は思ってますよ。だからこそこの上で4、8も3、4も見えない状況だったら4強人戦非常に強くて3、8ロールっていうのも見えると思ってる。今日に関しては3いけるでしょう。3目線としては9番さん1番さんに対する清掃したんだから、3目線としては9にしか目線はいかないんじゃないの、それか9、8ロールとか。だから今日絶対3いって、6視点としてもなんで3が村っぽくなったのか全くわかんないし、1の強人要素ってほぼほぼなくない？めちゃくちゃっぽい位置だったと思う。1番のプレイヤーが発言します。現状も最白8かな。まず3番さんが例の結果聞かないのがちょっと臭すぎる。あれ俺相当例の結果知りたかったけどね。4の色が黒か白か、それ聞かずに、なんか占い心境ってなんで分かったの3番さんって。そう、3番さんが怪しい。だからね、だから3と7が共鳴なんだよね。3と7が共鳴ってことは9が5、9もあるんだけど、4番さんの2周目がねめっちゃたどたどしくなかった？ああなんだなんだとかなんか言ってたから、あれが凶悪なんかな。いや、これ、8番狼だったらちょっときついなぁ。どうしよう。やっぱ俺はちょっと3番さんの占い結果聞かないのは納得いかないから、俺はやっぱ3行こうかな。しかもさ、例の結果聞かずになんで、あの心境って分かったんだろう。さすがにそれはないと思う。俺4ローだと思ってたから、あそこで4の白知ってる。やっぱ俺は3に行く。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、まあ、4番さんが心っていうのを追っていかなきゃいけないなとは思うんですけれども、その場合は多分5番さんは強人だと思うんですけど、あんま地神するのが2周目のあの4番さんで地神するメリットがあんまないかなとは思うんですけど、そうなってくると91も見ていかなきゃいけないし、9193っていうのも見なきゃいけないなと思うんですけど、3番さんのその例の結果が気にならなかったっていうのも引っかかりますし、1番さんのその4番さんのたどたどしいのが強靭っていうのもちょっとなって思うんですけど、9番さんですかね。
が終了しました。追放されるプレイヤーは9番夜が更けました。の遺言を発表してください。人狼に気をつけてください。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番8番のプレイヤーが発言します。おお、キュークロ、もう俺キュー3だと思ってるな。まあ別にこの5番さん紙で何だったっけ、漂白紙っていうんだっけ、1級で傍観でそれでっていうのって、それよりもなんか9番さんがあの4強の38ローローっていうのでなんか追ってたのがすごい違和感感じてて、で3番さんがあれじゃん、なんて言ったっけ、3番さんが9釣りから行くっていうのって、あれほとんど進行的に4釣りになるのに9釣りから行くっていうのがすごいライン切りに見えちゃったんだよね。って感じかな。だからもうね、これ5強のもう3級ローローで見てる。まあ1番さんが仮に1級でやってたらもうあっぱれパレードだけど、だって3番さん目線ってさ、やっぱさ普通にさ俺どっちだと思って、もし4黒だったら4黒軸でとか考えるのに、なんか全然もう俺視点は分かってるからっていうのって、いや分からんでしょうって感じするからな。で俺が3級じゃないって言ったらやっぱ38だって、まあ普通に俺3番さん行きますね。以上。1番のプレイヤー、もうこうなったら3級だよね。3番さんってまず霊能結果聞かない時点でなんで占い神経を知ってるのかがやっぱ違和感だった。だからもう9より3の方が怪しいから昨日は3釣りだったと思うけどね。まあ8級だったらちょっと3番さんがちょっと落ち度作りすぎだよね。あれあそこ4釣りの日に9に行ってる時点でもうライン切りしたように俺見えるけどね、あれは。で、俺がローだったら絶対2かもね。俺がローの時って9巻で色見せない方が絶対いいから。で、2巻でやっぱり3じゃんって言った方がいいから。で、9番さんはやっぱ3番さんの色結果見えないのを言ってたからね。3番いきます。俺はけど、4強陣の誤爆じゃないかなと思ってんだけどね。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、ちょっと9番さんは黒なんですけど91か93ですごいずっと迷いますよね。ただその3番さんの色結果だったりっていうのはおかしいんですけど、こうなってくると3番さんが強靭で91ローっていうのもありえてきちゃうんで、伊藤さんほどありがないないない、3番強靭に91ローはない、どうなのかなと思うんですけど、91番さん3番さん行くってって昨日言ってたじゃないですか。元から8球が白く見えているからなんでしょうけど、3番さんが強靭に見えてしまう、違うのか、4番さんがちょっと久しぶりであれなんですけど、
ちょっと3番さんの発言中に考えますね。3番のプレイヤーが発言します。はい、僕は2日目の段階で9番の黒要素を拾っており、9番に黒を出している4番がんって最初は思ったんですけど、1日目は9番がおかしくないと思っていたからね。で、ただ2日目の9番の発言を聞いて、9番の方がんって思ったから、4番が9番に黒を出している状況か、4番のシーンも追わないといけないと思っているし、いた人物ですよ。かつ5番が噛まれている状況下で、2番さんも言ってたけど、5番さんが地紙をするメリットってほぼないと思っているから、5番が強靭、4番が真やと思って、9番が黒やと思っているから9番が、9番を釣りたかった。だから4番の儀の結果なんて知らなくてもいいし、4番が真っぽいなと思っているから、4番が真やなと思ってから4番の儀の結果なんてどうでもよかったんです。それはちゃんと俺は3日目の発言で言ってますよ。3日目の発言で全て言ってます。なのでその後に、5番が強靭であるから8番が白で、かつ、9番が黒、1番が黒可能性全然あるんじゃないの。そこを村目線に全部提出していますよ。だから色結果をどうこうどうこうって言われてるけど、そこを多分1番っていうのが僕に対して 黒要素としてあげるっていうのが1番のやり方だと今回に関しては思ってます。僕は考察4番が真やと思ってるから9番に投票してますけど、でかつそれは発言で述べてますけど、9番の黒要素を拾ったから、9番の3番の黒要素の上げ方って、1番の評価をしなくていいとか言ってるけど、それはおかしくないですか。全プレイヤーの発言2番俺に入れてきそうやね。これ8がローだったら絶対俺に入れる。漫画教授って俺にしろっつか。ああ、よかったよかった。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の本当下手そうかね。ちょっと待ってください。なんでやっぱり俺初日に釣られちゃうんだろう。当ててんの、3番と9番。すいませんでした。なんでごめんなさい、9番さん、本当にめちゃくちゃ発言ミスしてました。3番さん、3番さん、普通に騎士官で、俺噛まないで。いや、世界は俺、噛み出しにしようと思ったのに。5番教授やった。すいません、ちょっとね、あのね、メモのデータ全部消えたから、全部言いたいこと忘れたけど、2日目結構頑張って、頑張ってできたことない？頑張ったし、頑張ってた。